豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという。その正体は何か。藤吉郎は金目教の秘密を探るため飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影三条。赤い仮面は謎の人、どんな顔だか知らないが、キラリと光る涼しい目。仮面の忍者だ、白影は行く。